皆さんこんにちは、幸子です。先週は、お盆がね終わったっていうこともあったので、仏様のね前でお盆で使ったねマコモっていうね植物でできたご座を使ってとっても簡単なねインテリア風のフラワーアレンジメントをご紹介させていただきました。今週はですね仏様ではなくてね今度は神様にね、承諾をもらって、とってもね神聖なる植物を使って遊んじゃいたいと思います。それでは参りましょう。スタート。はい、それではですね今日の主役聖なる植物をご紹介します。こちらです。じゃーん、見たことありますでしょ。榊です。ね、とっても綺麗な葉っぱです。これ皆さんねどこで見かけるかなっていうと、神棚にね飾られているのを見たことあるんじゃないかなって思います。日本では古来から、植物にね神様が宿るっていう風にね考えられてきたんですね。でその植物の中でも特にねこう尖ったところに神様が舞い降りてくるっていうね考え方があったので、このね榊は一年を通してね葉がこう落ちることなくで青々としてね、そしてこの葉先が尖っていたのでここにね神様が降りてこられるってねいうことで、とてもねその神聖なる植物として扱われてきたわけです。今ね漢字で書くと木偏に神って書いてね、あもう見るからに尊い植物だろうなって、なんか神様にまつわる植物だろうなってわかるんですけれど、もともとはねその神様との世界と人間の世界のね境目にある境の木とね、書いて榊だったそうなんですね。でこの榊、実はね日本では、2種類取り扱いがあります。一つはね今日この今お見せしている本榊と言われる榊です。ちょっとね葉っぱが丸っこいです。でちょっと大きめの葉っぱかな。でもう一つはどちらかというと東日本とかこう寒いところでね扱われることが多い日榊って言って、もう少し小ぶりでちょっとね葉にギザギザがある榊があって、そのね2種類がお榊としてね扱われます。飾り方なんですけれども、神棚があるとね必ずこうついで左右対称にね飾られます。でこれはねその土地によったりそれから神棚の大きさによるんですが、本数もね様々で1本ずつ飾る方法、それから奇数で飾る方法、それからねこのように束で飾る方法があると言われています。私の家にはね、仏壇はあるんですけれど神棚はなくって、なのでこのね榊を普段取り扱うことはないんですけれど、神棚のあるね知り合いの家に行った時とか、なんかお店に行った時はねついつい神棚に飾ってあるねこの榊の葉に目が行って、これはねフローリストあるあるなんですけれど、やっぱり植物素材としてね見ちゃうんですよね。では綺麗だなーって思って、この椿にも似たねこの肉厚で、光沢があってね、そして青々としてね本当に綺麗な葉っぱだなって思って、あこれでねなんか作りたいってねずっと思ってたんですね。だけどねやっぱりこう神様にこうねあげる植物なのでやっぱりねそれ使うのはどうかなってずっと思ってたんですけれど、ちょっと先週からのね流れでそうだ今しかないと思って、今日はねチャレンジしてみたいと思います。さっきね、山の方に向かってね神様ちょっとお借りしますお許しくださいってね断っといたので、まあね許してくださるかなって思います。素敵にね作るんで神様待っててください。ってことで今日は、100円ショップのね、素材とこのね榊を使ってとっても簡単にね、葉っぱのリースをね作ってみたいと思います。それでは作業に入りましょう。
はい、完成です。できました。さあ、ではね、壁にかけてみたいと思います。タンタン。どうでしょうか。こちらがね、葉っぱの裏面を生かしたリース。そして、こちらが葉っぱの表面を生かしたリースです。もう葉っぱ自体がね、本当に美しいので、本当他の材料いらなくって、このとってもシンプルですけれどね、とっても美しいなって思います。こんな感じでね、セットで、飾ってもね、いいかなって思います。こちらのね、グリーンの方、葉の表を生かした方にはね、リボンの飾りと、それから榊の葉をオーナメント風にね、垂らしてみたんですが、まあ、これぐらいのね、遊びだったらね、やってもいいかなって思います。さあ、最後にね、この榊のお値段についてなんですけれど、これがね、びっくりするぐらい安いです。最初にね、お見せした束ありますよね。これね、一束ね、2、300円でね、手に入ります。私の町だとね、田舎だからか分かりませんけれど200円を下回ります。なので100均のね、材料と合わせても一つね、500円ぐらいでできそうですので、ぜひ皆さん、町の花屋さんや、ホームセンターとかスーパーマーケットなんかでね、手に入れられますので、このね、榊の葉のリースお試しください。神様いかがですか？ OKOK、 綺麗にできてるよって喜んでくれています。よかったです。さあ、それでは皆さん、また来週も元気にお会いしましょう。さようなら。